ぜひですね岩田厚大学で一緒に勉強してまいりましょうよろしくお願いします はです、えー。今日取り上げてみたいニュースはこちらです、えー、連合がですね共産党と連携する政治家参院選次の参院選で推薦せずということが発表されました、えー、この問題について今日は考えてみたいと思いますまずですね朝日新聞の記事を読みますなんて乱暴な立憲幹部は絶句。ク、えー、連合の野党離れなくした政治の軸という、うん、まあ、こういう特集なんですけどね 夏の参院選に向け、労働組合の中央組織、連合が支援政党を明記せず、共産党と連携する候補者を推薦しないなどとする基本方針をまとめた。立憲民主党の選挙戦略に大きな影響を与えそうだ。自民党に代わる新しい政治勢力の形成を掲げて、1989年に結成された連合だが、その立脚点が由来でいると言っています。 ただね、これはね、朝日新聞の書き方でしてね。で、要するに、連合の立脚点が揺らいでいるっていうふうに書いてるけど、私はね、これね、連合の人からしたらね、揺らいでないというふうにね、逆に思うと思いますね。むしろですね、共産党と、ね、一緒になって何かやるっていう時の方がね、立脚点が揺らいでいるんだというふうに思いますね。だから、これはね、朝日新聞の価値判断がもう入ってるわけです、ここに。どういうことかって言ったら、連合はね、立憲と共産党と一緒になって、 立憲共産党をこれ押すべきだというのがおそらくね、朝日新聞のこの記事の書き方なんですよ。で、要するに、いいじゃない共産党だって、もうなんだよ自民党をやっつけられるのに、何やってんだ、ね、連合はと、こういうね、こう、焦りですね。まあ普通に見てたらですね、何回も昔から申し上げてますけども、 連合っていうのは、労働組合の、ま、集合体なんですけど、労働組合っていうのはですね、かつてね、労働組合って言ったら、どうせ最悪だろうと、こういうふうに思われるかもしれないけれども、ちょっとね、色合いが違うのはですね、真っ赤赤とですね、赤じゃない人たちっては違うわけですよね。で、赤っていうのはですね、前衛組織の共産党にね、上から下までもうその、もう右向け右でもう、右向いてろって言ったら、ずっと右向くと、左向けって言ったら、左ずっと向いてると。ま、こういうのをね、 あの、やっていく。それが何でかって言ったら、レーニン型の組織だからですね。レーニンっていうのは、全衛っていうのがですね、すべての労働者というか、このプロレタリアートをですね、指揮すべきであると。で、その全衛の中のトップが、まあ、ニンなんですよ。要するに、レーニンの独裁なんですよ。個人独裁なんですね。で、そういった組織を、 まあ、模倣してるわけですね。日本共産党っていうのは、できた時にですね、コミンテル日本支部ですから。ですから、自分たちの綱領というかですね、あの、もたって自分たちで決められずにですね、ソ連のいちいちご指示を仰がなくちゃいけないと。まあ、こういうふうにできた政党なんですね。今もうソ連ないから自分たちで勝手にやってますけどね。そういうことを考えてみるとですね、連合が共産党と一緒になれないというふうに思うのは、 当たり前なんですよ。同じ労働組合って言っても、共産党っていうのはですね、他の労働組合を妨害するとかね、そういうことまでやるわけですよ。だから、ふざけるなという思いがね、えー、あるわけで、こんな人たちと一緒にね、えー、なって選挙応援してることの方が、連合の立脚点が揺らぐと。まあ、いうふうに考えているんだというふうに私は思いますね。 え、さて、で、この中でですね、書いてます。ちょっとメガネ外しますね。メガネはこれ、なんかもう老眼でしてね。メガネつけながら文字が見えないという。ね、まだ私38歳なんですけど嵐と同じ年なんですよ。嵐も老眼なのかなわかりませんけど。なんて乱暴な。連合の基本方針を知った立憲幹部は絶句し、今までのような共産との連携ができなくなり、新しい方法を考えないといけない。これで得をするのは自民党だけだとこぼした。 え、後でですね、あの、触れてみたいと思いますけれども、このね、目先の選挙のことしか考えてない。これで得をするのは自民党だけだ。この発想がやっぱりね、立憲民主党を弱くしてるんですね。つまり、もう共産党頼みで行くしかないっていうふうに考えてるわけですよ、彼らは。本音の部分でね。つまり、共産党とは違うっていうことを、 明確に出すっていうですね。今までの従来の野党のあり方から一線を隠してしまって、もう共産党と一緒だっていいんだと。自民党と戦うためにはもう力強くでも何でもいいよ。よろしく。共産党となってるけど、本当に共産党と一緒になっていいのと、これが問題点ですね。構図、会長時代20年に旧立憲、民主党、旧国民民主党などが合流した際は、連合は新たな立憲を総体として支援する方針を示した。立憲が進めた。野党共闘に不快感を示す。吉野会長へと連合執行部が変わり、立憲を中心とした。 あり方が白紙になった形だで、これに対してですね、共産党はね、こうやって言ってます。立憲との候補者一本化へ協議を進めようとしていた共産幹部は、非常にやりにくい。一人区で本気で勝とうと思ったら、その路線ではいけないと指摘した。まあ、共産党がですね、その路線ではいけないとかね、なんかちょっと偉そうだというふうに思うんですけれども、まあ、確かにね、一人区っていうのは、一人だけ受かればいいんだから、その一人を誰にするかで、与党が一、野党が一の形になった方が、 あくる有利であるってのは選挙戦略上としてはそうでしょう。しかしですね、共産党、もし仮にですよ、共産党に応援を受けた候補が勝つという事態になったらどうなるのということをですね、考えていかなくちゃいけないんですね。だからね、ここはね、やっぱりね、立憲民主党にね、一番求められているのは、 まあもう求めてもないか。だけど、やっぱり健全な野党になるっていうね選択肢をね、共産党と組むってことによって捨てちゃうわけだ。それを後でちょっと見たいと思います。今枠は連合内でも広がる。16年、参院選で野党共闘で勝利した現職が改選を迎える地域の連合幹部は、一人区を抱える地域の連合にとっては相当厳しい内容。来月に方針が正式決定されるまでに何とか緩和させなければならないと話す。これに対してですね、中北教授、一橋大学のですね、がこんなコメントをしてますね。 今の状況で連合が結束するための方法だが、連合本部への政治活動の一本化が後退したことは否めない。三別ごとに政治対応を決める流れが強まりかねないと指摘する。まあ、これはあり得るでしょうね。つまり自分たちのその連合体としてこうやるんじゃなくて、自分たちの労組ごとにですね、その推薦する人を決めていくというやり方になっている流れがあるんじゃないかと。 これ,これは多分確かにあり得ると思いますね。一方で、自民党が連合に宗派を送る。政権も今春闘で賃上げを後押しする政策を打ち出すと。ま確かにですね、もう、もはやね、民主党よりもですね、自民党の方が連合に近いんじゃないのとこういう考え方ですね。で、これもね、<laughs> まあ、残念ながらね、自民党っていうのは良くも悪くもですね、右から左までいろんな、えー、まあ、ごったり政党なんですよね。だから連合みたいな人たちがいてもね、おかしくないとは言えるわけですね。まあそうすると、ただ連合がね、もし仮に自民党になると、 本当に野党ってももはや存在しないっていうふうになってきますね。でもね、私の友人でもね、老祖の人間いるんですけれどもね、その老祖の人間がね、言ってましたよ。正直言って、自分は老祖のね、その会社の中で老祖やってるから、表向きね、民主党だっていうふうに言ってるけど、これ誰かわかるから具体的なこと言いませんけど、でもね、じゃあ選挙どうすんのって言ったら、いや、自民党に入れるよと。で、入れたと、この間も。 で、なんでっていうふうに聞いたら、だって今のままね、立憲民主党にね、一票入れてくれってねあの、言って、で、こんな、本当にもしこの人たちが政権取っちゃったら、とんでもないことになると思うから、やっぱり自民党の方が安全だと思うから、あの、自分を,を入れたと、言ってます。 労働組合の人がですよ。で、この連合の組織の中の人がね、もうもはや自分は自民党に入れてると。家族も自民党に入れてるんだと言ってるわけですよ。で、これね、やっぱりこれ衝撃的じゃないですか、ある意味で。だって、そうですね、なんていうのかな、自民党のね、支持母体であるですね。まあ一番わかりやすく言ったら、公明党のね、支持母体である総科学会が民主党に入れてると。言ったら、立憲民主党に入れてるってったらみんなびっくりするでしょう、やっぱり。それに近いものを感じますよね。で、現実問題として、政権交代を可能にするためにはどうして たたららいいかっって言ったらですね今、私の友人の話をしましたけど、私の友人みたいな人たちがもちろん野党に入れて、そして今まで自民党になんとなく入れてたよっていう人たちの半分でもですね、こう動かすことができたならば政権交代っていうのは可能なんですね。で、あの悪夢の民主党政権誕生の時はね、やっぱり国民の多くがですね、いや一度なら民主党にやらせてみてもいいんじゃないっていうふうに思ったわけです。私はあの時から断固反対してましたけどね、あの、そんなことやらしちゃいけないというふうに言ってましたけど、 だけど国民の、そのね、自民党に今まで入れてたよっていう人が入れるようにならない限りですね、勝つことはできないんですよ。それは当たり前ですよね。だって、勝てないから野党だったわけですから、その野党のね、票だけ、お客さんだけ大事にしてね、その新しい新規のお客さんを入れないというふうにしてたらね、それはずっと野党ですよ。当たり前の話ですよね。だけど、ちょっとずつちょっとずつこうね、ウィングを広げて、どん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 取っていくっていう、こういう扇風を作っていかなくちゃいけないわけですよね。 だから、今はだから自民党の方にね、風が吹いてるのはやっぱり民主党のコアなね、支持層がもう入れてるわけですよ、自民党に。で、実は大阪で、これ同じこと言えます。自民党にいつも入れてた人たちが、実は大阪ではですね、大阪維新の会にいる人結構いるんですよ。 で、それはなぜかって言ったらですね、いや自民党は好きなんだけど、大阪の自民党はね、なんか共産党と一緒になってなんかやってたでしょ、都構想反対っていうのはわかるけど、共産党と一緒にならやらないでよ、と、まあ。こういうね、人たち結構多いんですよ。で、ここで分かってくるのはですね、やっぱりね、自民党のコアな層をね、コアまでいかないか、え自民党にふわっとね、自民党を応援している人たちを取ることのできる野党が誕生しなければ、やっぱり強い野党にはならないんですよね。 じゃあ具体的な何かって言ったらですね、簡単に申し上げたらですね、安全保障政策ですよ。安全保障政策において、集団的自衛権はね、憲法違反であるということを未だに掲げてるのが立憲民主党でしょ。これはやっぱ恐ろしいですよ。だって、中国がこれだけ軍事費をですね、拡大しているわけでしょ。 で、北朝鮮は、なんか飛翔体とかね、なんかいろんな変な言い方してますけど、要するにミサイルを日本に飛ばしてるわけですよ、実際にね。これがね、どん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 進化してるわけですね。この間も紹介しましたけど、北朝鮮のミサイル技術っていうのは、向上してるわけですね。これは、そのなんか日本も、また変な北朝鮮がなんかぶち上げてるとかね、言って、ゲラゲラ笑ってていい状態じゃないんですよ。金正恩がどうせおかしなことやってんだろ、と。あの太っちょまたなんか変なことやってんだろ、とか。こういうね、発想じゃダメなんですよね。やっぱり、これは恐ろしいことだと。 でも、国民の中にもね、そんなみんなね、ゲラゲラ笑ってる状態じゃないですよね。いや、やだなと。なんでこんなのあるのと。いや大丈夫なの日本。と思ってる方多いでしょ。そういう人たちが、さあってどこ入れようかなっていうふうに思ってたけど、立憲民主党これ、集団的自衛権やめろ。要するに日米同盟の弱体化ですよ。日米同盟を弱体化するということを今ね、言ってて、こういう人たちに政権は任されない。 私はね、前にですね、民主党系のね、政治家の講演会に行ってですね、勉強会で講演したことあります。で、その時にね、どういうね、野党がね、望むべき野党かというふうに言われたから、私はね、率直に申し上げましたよ。安全保障政策は自民党と同じでいいと。そこに変なね、独自職なんか出す必要ないと。まあ、出すんならね、自民党よりも高いというぐらいのね、ものを出して、で、 国内政策においては、自民党がね、大企業を中心にというような考え方するんならね、それは労働者を中心にという考え方で、国内政策でね、差をつけるのはいいけど、この厳しい国際情勢の中において、自民党と逆のね、安全保障政策をね、打ち出すということには何の意味もないし、それは自殺行為に等しいと。で、そんなことをやったらですね、心ある国民を絶対に入れませんよという話して、ああ、そうですね、と。その時はね、まだ、 そういうことを理解している人たちがいたんですね。でもその中にいた人たち、あれよ、あれよという間にもう自民党に入ってますね。であるいは無所属になってますよ。やっぱりこの立憲民主党とは一緒にやっていけないと。あの時にいた人の中で立憲民主党に残ってる人ってのはもうほんのわずかになっちゃったんじゃないかなと思いますね。つまりね、こういったまともなね、民主党の中にもいたまともな政治家を どん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 パージしちゃった。排除しちゃったんですね。小池百合子さんよりひどいですよ。ほのは。排除します。ということでね、どんどん排除して。で、それで自民党入って、どん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 自民党強くなるわけですよね。ではそうすると、ああ、そうですか、そうですか。でね、私は、そういうね、ことをね、もうね、やってしまった、この野党っていうのはね、もう愚かしい極みだと思います。私は野党の最大の間違いのターニングポイント。がどこだったかというと、集団的自衛権の限定的な行使用人を、違憲であると。 いうふうなことを主張し始めた。ここが、私はもう。 野党の運の突き始めというか、恐ろしいまでのですね、政権交代できない野党に転落したというふうに思いますね。まあその前に段階でね、まず民主党って名前を捨てたこと自体もおかしいですよ。な、党の名前さえ変えればね、なんとかなるって考え、その発想自体がやっぱりおかしい。だけど、それよりも、何よりもかによりもダメなのは、この集団的自衛権に反対なだんだったらよかったんですよ。だって政策っていうのは反対してでも賛成に回ることはできますから。ただ意見だというふうに言ってたものがですね、自分たちが政権取った瞬間に合憲だという いうふうに言うことはできないでしょそういうことをやった人たちって、ね、昔ありましたよね。社会党ですよ。社会党はね、えー、自衛隊はい意いだけんだ,いけんだというふうに言い続けて、日米安保も反対だ反対だって言ってたのに、村山政権が誕生するとですね、いや、自衛隊は合憲と。日米安保も必要だと。えと。あの人たちって、 なんなのというふうになって。で、社会党はもう潰れてきましたよね。で、だから立憲民主党っていうのもね、本当にもし仮に彼らが、まあほとんどありえないんだけど、政権を取ったらね、取った方が困っちゃうわけですよ。で、こういう野党であってはね、もうどうしようもないわけです。で、今彼らがやってることっていうのは、もう野党のままでいいんだと。自分たちは。もう、だって、自分、多分おそらく思ってるじゃないですか。昔の社会党と同じですよ。自分たちが政権を取ったら大変だよと。だって、これは、 安保法制、意んだって言ってんだから、僕らがもし取ったらこれ変えなきゃいけない。でも変えたらアメリカから何言われるかわからんとえ。国際社会から何言われるかわからんと。いやー、じゃあ無理だねと。でも野党として、確かな野党が必要ですみたいな感じでですね、野党で行けばいいんだよと。いう、そういうね、路線に走ってるからこそね。 共産党と手を結ぼうっていうふうになるわけですよ。共産党と手を結んでね、政権交代可能なことはありえないんですね。だけど、それやっちゃったから、で、共産党の方はですね、いや、もうないというふうにいくら泉さんがね、言っても、いや、私たちは粘り強くね、やっていくとか言ってるわけですよね。私はこの連合の会長がですね、吉野会長がやったことっていうのは、むしろ逆でね、連合っていうものの原点を忘れちゃいけないっていうことをね、示してると思う。だから私の解釈が朝日新聞と全く逆ですね。だって、従来連合っていうのは、非共産。 卑怯なんですよ。あの、あらずの卑怯。で、卑怯であって、で、それで、労働者のために戦うというような組織だったわけですね。それが要求に変えちゃえということでしょで、それはできないでしょだって、その彼らの先輩方っていうのはみんな共産党と戦ってきたんですよ。で、その先輩たちのね、思いをね、踏みにじって、 で、踏みにじって踏みにじって、それでもね、なんか一議席でも取れればいいんだっていうね、こういうやり方ってのは、ね、やっぱりね、できないですよね、普通に考えてみて。で、やっぱりね、人間としてどうかって話にもなってくると思いますよ。今まで一番お世話になってた人たちはね、非共産でね、頑張ってきた人たちなのに、そのね、人たちから応援を受けたいわ。共産とも手を握りたいわって。なんじゃそりゃ、というふうな話になる。私はね、本当にここでね、 野党、まともな野党になるためにはですね、やっぱりこの共産党とね、連携を訴えてたような人たちがね、すべてね、やっぱりこう出てってもらうことがね、一番大事。落選してもらうことが大事だというふうに思いますね。だから、ま、枝野さんとか福山さんとかですね、そういった人たちが、やっぱりもう正解からいなくなると、淘汰されていくというような状態ですよね。まあ、あの、この間の選挙でね、そういったおかしな人たち何人か落ちましたから、それはそれでよかったんですけど、 なそういうことがですね、私は大事になってくるだろうというふうに思いますね。またね、この中北さんという人は変なこと言ってるんですね。立憲国民も対立して独自性ばかりを追求している。最大の支持団体が応援しなくなる可能性に危機感を持つべきだとも警鐘を鳴らすって言ってるんですけど。いやいやいや、それはね、立憲民主党が 共産党と手を組んでもいいって言ってるから、こういう状態になってるんで。で、別に立憲と国民が対立して、独自性ばかりを追求してるていや、独自性出したのはね、愚かな独自性出したのは、共産党と組むって言ってる立憲ですよ。だから立憲自体が攻撃されるのは、そ仕方ないですよ。だって、連合からしたらですね、共産党はやだと言ってるのに、共産党とやると言ってるんだから、それは支持されなくなるに決まってるじゃないですか。だから国民も別にですね、 その立憲と対立してるわけじゃないですよね。共産党とが一緒にやらないということをやってるわけでね。私はこっちの方が正しいあり方だというふうに思います。だからまあ、このね、全然私はね、この、なんていうのかな、朝日新聞のね、記事、この、もちろんね、吉野さんがこういうことを会長がですね、やったということ自体のはね、面白いなと思うんだけど、分析そのものがですね、おかしいというふうに思うんですね。つまりなんか共産党は、 まともな政党であるっていう前提で話してるんですよ、この方々はね。だけど、それが私はもう全然理解に苦しむということです。で、もう一度ですね、共産党ってじゃあ一体どんな政党なのということをですね、彼ら、私のことじゃなくて、彼らの綱領の中からね、重要な部分をね、ピックアップして皆さんにご説明したいというふうに思います。え日本共産党の綱領にこんなこと書いてありますよ。 現在日本社会が必要としている変革は社会主義革命ではなく異常な台米従属と大企業業界の横暴な支配の打破。日本の真の独立の確保と政治、経済、社会の民主主義的な改革の実現を内容とする民主主義革命である。革命やりたくてしょうがないんですよね。今の日本に一番必要なのは民主主義革命。なんだそりゃと。今の日本民主主義じゃないですか。 民主主義革命って、これね、あの、北朝鮮でそういうこと言ってるならわかりますよね。そのもう選挙もないしね。で、その、議会もないと。こういう状態の中でね、オラの村には電気もないみたいな話になってるじゃないですか。でそういうのの中でね、こんなの嫌だ嫌だと言ってですね、あの、やっぱ民主主義革命が欲しいと、北朝鮮に。というのはわかる。あるいはですね、中国でもそうですよね。だって香港でね、あれだけ自由と民主主義があったの、それ。 叩き潰されて、こ,この中に民主主義革命が必要だ。これそうですよね。で、天安門事件。まさにそうですよ。民主主義が必要だというふうに言って、叩き潰された。中国に民主主義革命が必要だ。これ理解できます。しかしですね、日本に民主主義革命が必要かって、そんなこと考えてる人いますかこれ私に言わせるとね、訳がわからないですよね。今の日本には民主主義足りないんだよと。<laughs> いや、民主主義足りないのは、日本じゃなくて、 日本共産党の内部じゃないですかと。オタクの委員長誰でしたっけ何年やってましたっけと。党内でそういうのを民主主義的な手続きで変えたりできないんですかと。確かに共産党には民主主義革命が必要かなって気はしますと。これは言えてもね、日本全体に民主主義革命が必要だなんて考えてる人はですね、ちょっと私はね、見たことないですね。 共産党ちょっと得意な考え方。じゃあ今何をね、民主主義的な改革が必要だ何言ってるかって言ったらですね、ちょっとピックアップですよ。一番最初に挙げてるのが、日米安保条約を、条約第10条の手続きによって廃棄し、アメリカ軍とその軍事基地を撤退させる。ポカーンとするしかないですよね。<laughs> 一丁目一番違う、日米安保廃棄。で、米軍と軍事基地の撤退。これ中国、 の問題どうなるんですか北朝鮮の問題どうなるんですかあるいは核の傘の問題はどうなるんですか一切ないんですよとにかくアメリカ出てけといやいやいやこれは話にならんですよねで、えー、次はですねこんなのがあります自衛隊については海外派兵立法をやめ軍縮の措置を取る軍縮ですよ今中国がこれだけねすご、えー、軍事費伸ばして,てですね日本は全然足元にも及ばないぐらいのレベルになっちゃってるのにさらに軍縮制と言うんです 軍縮を求めるのは中国に言えようというふうに思うのが普通なんだけど、この方々はね、自衛隊の軍縮を求めると。僕はポカーンとするしかないですね。安保条約は廃棄後のアジア情勢の新しい展開を踏まえつつ、国民の合意での憲法第9条の完全実施、自衛隊の解消に向かって前進を図る。ね。自衛隊もなくしたいんですよ、彼らは。その次、これもね、ちょっと注目しておいた方がいいなと思うのはですね、地方政治についてどんなこと言ってるか。 地方政治では、住民が主人公を貫き、住民の利益への奉仕を最優先の課題とする地方自治を確立する。えこれなんか悪くないんじゃないというふうに思われるでしょでもね、ここでポイントはね、住民って言葉にね、ポイントがあるんですよ。ここの住民というのはね、彼らの中ではですね、日本国籍持ってない人も含めて住民と呼ぶわけです。だから国民としないで住民って言ってきた時こそね、 実は気をつけなくちゃいけないんですね。国民であり、なおかつ住民であるということはいいんですよ。だからその地域の国民がそのことを決めていくということについて何も問題ないと思いますけれども、このね、国籍を取っ払おう、取っ払おうとする動きがあるんですね。で、それがね、この間もありましたでしょう。で、こういうね、あの、住民投票っていう形でね、それをやろうとしてきたりする。その住民なんですよ。住民が主人公。これ聞いてね。 パッとそこまで思い浮かぶ人っていうのはね、まあ、よっぽどあの、勉強なさってる方ですよね。私みたいにマニアックにね、相手の言葉遣いをね、こう、調べてる人間ぐらいしかわからない。住民が主人公。皆さん。住民が主人公ですよ。と。いいですかもうこの、この何々し、どこでもいいですよ。どこの、どこでもいいんですけれどもね、えー。じゃあ大阪市においてはですね、住民が主人公なんです。一人一人の住民の皆さん。あなたたちが、あなたたちが主人公なんですよ。と言ったら、 そうに住んでるね。日本国民でうん、そうだよね。別に何もおかしくないよ。というのしかし、この言葉にはロジックがですね、もう裏のロジックが隠されてるわけです。その住民には国籍ないよと。つまり国籍ない人が主人公だよと。つまり地域の問題決めるのは日本国民だけじゃないよと。日本国民以外の人にもその地域に住んでるっていうだけで、その決定する権利があるんだよと。 こういうことをね、言ってるわけです。だからね、よく言葉をですね、えー、彼らの使う言葉をね、熟知しないといけない。で、それがここで地方政治では、住民が主人公を貫きと、共産党がわざわざ掲げている意味はそこにあります。そしてですね、 天皇条項については、こんなこと言ってますよ。国政に関する機能を有しないなどの制限規定の厳格な実施を重視し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正するって言った後にですね、こういうこと言ってますよ。党は一人の個人が世襲で国民統合の象徴となるという現制度は、民主主義及び人間の平等の原則と両立するものではなく、国民主権の原則の守備一貫した展開のためには、 民主共和制の政治体制の実現を図るべきだとの立場に立つ。天皇の制度は憲法上の制度であり、その存廃は将来、情勢が熟した時に国民の総意によって解決されるべきものである。要するに、今はね、いきなりもう天皇を辞めちまおうと、こういうことをですね、言ったら、もうボロボロに言われると。だからそういうことは言いませんよ。ただね、私たちはこの天皇という人は、この天皇という存在があることはおかしいと思う。 国民の象徴がね、世襲でね、なってるのはおかしいと思う。だから、将来の民主主義が成熟してきたら、多数決で天皇という存在を消滅させてやると。まあ、こういうことを言ってるわけですよね。これがね、彼らの望んでるところです。で、彼らの具体的な運動っていうのは何かと言ったらですね、今、彼らが言っているのはですね、まず第一にやらなくちゃいけないのはですね、民主主義的変革だと言ってるんですけど、え、これまずですね、統一戦線を作ってですね、え、政府のですね、民主連合政府を作ると言ってるんですよね。 だから。民主。で、これがね、要するに野党共闘ということですよ。要するに野党共闘をまずやるんだと言ってるわけです。野党共闘をやりますよと。 東京都をまず第一段階目でやりますと言ってるんですね。その中でいろいろやっていくとういうことを言ってるんですね。これはですね、価値観がね、若干異なっていてもですね、世界観や歴史観、宗教的心情を超えてもね、いいんだとういうことを言ってるんですね。民主主義的な変革をやるために。これがね、統一戦線だというわけです。 で、これが民主連合政府って、統一戦線によって民主連合政府を作るというのが彼らの第一段階ですね。で、民主連合政府というのはですね、何やるかって言ったら、さっき言ったようなね、こと全部はできないんだけれども、それに向かって、あの、今あげたようなね、例えば日米安保の廃棄だとか自衛隊だとかですね、そういったことを全部やっていきたいんだけど、全部はできないかもしれない。でもそれ一歩でも二歩でも進めるために、まずは民主連合政府を作るんだと言ってるわけですね。で、その次にはですね、彼ら書いてますよ。日本社会発展の次の段階

まず民主主義的改革が、民主主義革命が必要だって言ってるでしょで、民主主義革命に当たるのはこの民主連合政府だということなんですよ。で、その次に社会主義革命だと、つまりね、2段階のね、構えになっていて、で、このね、連合だとか、え、立憲民主党だとかを利用して、まずはね、民主連合政府を作りたい。その次の段階では共産主義、社会主義なんだと言ってるわけですから、そんなね、 共産党の都合に合わせてね、我々のことを利用するなというね、連合の主張は、実にね、私はね、まっとうだと思うんですよ。つまり我々は共産党のね、犬のように使われたくないと。でこんなね、民主連合政府なんてもの結構だっていらないと。そんなもの。それを民主連合政府の次にはもう社会主義って言ってるわけだからで。彼らのそんなものに乗るわけいかないし、そもそも日米安保廃棄だとかね、自衛隊を軍縮して最終的にはなくすだとかね、もうね、そのね、 もう考えただけで、あの、なんか、あの、恐ろしいようなね、もうその後のことにどうやって責任取るんだって恐ろしいようなことをですね、主張している人たちと一線を画するんだと言ってる連合はね、私はこれね、本当の意味でのリベラルっていうものだと思いますよ。共産主義と一緒にね、手を結ぶなんてのはね、本来の自由主義、リベラリズムっていうものはありえないんですよ。 だって、リベラリズムっていうものの原則から考えてね、オールドリベラリズムと言ってもいい、古き良きリベラリズムと言っていいと思いますけど、私なんかがそれがね、体現してると思うものは、河合英二郎なんていうのの思想なんてのは、まさにそういう考え方だと思いますけど、それはね、やっぱり連合はそこにやっぱ踏みつぶらなくちゃいけないんですよ、本来的な意味において。 それね、共産党とでもね、手を結べばね、まあ、1議席でも2議席でも増やせればいいや、こういう癒しい考えをやめなさいと、こういうことなんですね。で、そういう時に、もう我々はそういうことをね、やる人たちを応援しませんと、はっきり言った。すごいですね。え、吉野会長は、なんか、なんか、除血という感じがしますね。ほんとなかなかな、あ たまだなという感じがしますね。もう、これ立派だなという気がします。ここまではっきりやってね、目を覚ませということでしょうね。おそらく。置き渡し方ということなんだと思いますよ。もう、はっきり言ってね、もう、立憲民主党のやってることってのは、もう、ずっとね、とのご乱心状態が続いてるわけですよね。でも、いい加減にしなさいというふうに言って、最大の支持母体が今一括してるという状態です。今後どういうふうになっていくか、 参院選挙、どういうふうな展開になっていくか注目をし続けたいというふうに思います。そして国民民主党はどういうふうな、えー、これ、連合との付き合い方をしていくのかですね、えー、今後ですね、注視しておく必要があろうというふうに思います。これはね、面白いというふうに思いますね。ある意味では、日本の歴史のですね、野党というもののあり方、連合のあり方っていうものの大きなですね、今、キロに立ってるんじゃないかなというふうに思います。ただし、それは、 連合が悪いんじゃなくて、共産党と一緒にね、やろうとした立憲民主党のやり方が、こういう最大の支持母体に見下り犯をですね、突きつけられると。こういう状態になったのではないかというふうに私は考えます。でさてですね、イソップ部に行く前にですね、ちょっと本のご紹介を。これね、私知らなかったんですけどね。 15歳からの地球温暖化、学校では教えてくれないファクトフルネスということで、杉山さん、杉山大使さんというキャノングローバル戦略研究所研究主管が書かれたものですけど、まあなかなかわかりやすくですね、なんかすごい説明してるんですけど、これがね、でも面白いなというふうに思ったのは、ここですね。15歳で環境活動家になったグレタさんは何を訴えたのあのグレタさん、女の子ですよね。 2019年9月にニューヨーク国連本部で開かれた気候変動サミットで、当時16歳だったスウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさんは、地球の平均気温を1.5度以下に抑えるという目標を達成するため、CO2 排出量を今後10年間で50%削減しても不十分だと訴えたということなんですね。 まあこれ有名な方ですけど、だからこういうことも言ってますね。有名人の言うことが何でも正しいとは限りません。鵜呑みにせずに自分の頭で考えることが大切です。例えばグレタさんは気候変動によって人類が生存の危機にあると訴えていますが、そんなことを示す観測や統計データはありません。グレタさんの主張について、ここからった。東京大学、公共政策大学院特任教授の有馬淳さんのように、化石燃料が温室効果ガスを,を発出する一方、 安価で安くて安定的なエネルギーを供給を通じて世界の人々の生活水準を向上させてきたことは厳然たる事実であるという批判的な意見もありますということで実はですね、この有馬純先生今ここでね書かれてた引用されてたのこのね私はねこれでね防国の環境原理主義という本があってこれをね読んでねあ、なるほどなというふうにねすごくあの理解できましたでね あの、この本についてまた、あの、詳しく言いたいんですけどね。まずね、ここでね、私がね、へえーというふうに思ったのはですね、電気をね、クリーンなエネルギーにするって言って、あの、太陽光とかいろいろやってるじゃないですか。太陽パネルとかなんかいろいろありますね。あれ、ほとんど中国で作っていてですね。で、中国はそれを作るとき、石炭バン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 使って、それを作って、で、日本に売ってると。 ってことは、それ買うことは石炭使わせてることになるじゃないかというね。なるほど、そんな仕組みがあったのかということでね。ちょっとね、あ、知らないということで。で、日本人がね、どんなに炭素をね、どんなに減らそう、CO2 をね、削減しようとしてもね、最大のね、その CO2 をね、出してるね、中国が削減しないことには、もうね、簡単にわかりやすく簡単に言ったらですよ。雑巾あるじゃないですか、雑巾。雑巾でね、もうね、日本をね、ギューってもう絞ってるわけですよ。でね、 あと、もう絞って、なんてき出てくるかって、ぐーっという状態なところで、さらに削減じゃ、というふうにね、こう水を出そうとしてる。でもね、何にもね、いや、いや、一回もこうギュッとやったことのないね、中国のね、濡れたね、雑巾をね、そのまま放置しておいてね、で、こっちに一歩だけガーってしゃかりきになってる、ずってね、これは滑稽ですよ、ということなんですね。だから、でもやるんならね、これ人類じゃなくて。で、私はね、あの、すごく、あ、これは、あの、冷静な議論だな、というふうに思ったのは、決してね、その気候変動は、 あの人類に怒ってないとかね、気候変動に対して人間が何もやらなくていいとかね、そういう主張してるわけじゃないんですよ。いや、それ気候変動について対応をね、していくことっていうのは大事です。ただし、 人間にとって大事なのはそれだけじゃないでしょということなんですね。例えば、医療品がなくてですね、あの困ってる人、発展途上国で困ってる人に対しては、そのいくらね CO2 削減しろというよりも、それよりも明日の医療をまずくれという方が大きいでしょと。で、例えばですね、教育がないと言ってるところにそれは教育することが大事で。いろいろあるわけですよね。で、私も本当にその通りだなと思ったのは、環境原理主義っていうのはね、要するにね、 環境問題のためならね、もう死んでも構わないみたいなね。いや、ちょっとそれ言い過ぎでしょ。ね、健康第一主義っているでしょ。もう毎日健康じゃなくちゃいけない。健康じゃなくちゃいけない。もう健康のためなら死んでもいいんだみたいなね。いや、それ意味ないんじゃないというふうに思うんだけど。だからこれも全く同じで、バランスの問題なんですよ。ああ、あります、ね、そのね。書かれてるのは、まさにバランス取れてて。だからその、いや、そっちの問題も、 大事だよと。でも、他にも大事なものあって、すべてをね、すべてを CO2 だけのね、問題に、あの、してしまってはね、やっぱりそれはね、バランス書きますよと。いう主張なんです。でもそれをね、バランス書きますよって言うと、お前は、環境問題に、理解がないのかと言ってですね、こう、求断されると。そういうね、やり方、私はね、これ申し訳ないけど、エコファシズムだと思いましたね。要するに、エコ全体主義ですよ。つまり、エコのね、何エコエコに悪口言うのか、お前と。 おいそことかなんかいう感じですね。ちょっとおいおいと。えこの悪口言っただろう。ちょっと参れみたいな感じでですね。もうしょっぴかれるみたいなね。そういうイメージですね。じゃあだから、もう一つね、やっぱこれ厳密に考えなくちゃいけないのは、これね、これ冗談でも何でもなくですね、本当に思うんだけど。 エコ問題だって、実は人間のエゴなんですよね。なぜかって言ったら、地球でね、要するに人間が住むのに最適な条件を求めているから、このままだと人間が住む状態からですね、逸脱してしまうという人間のエゴがあるから、エコっていうのは成り立つわけですよ。だから、実は人間のエコが先に、あ、エゴが先にあるんだということを、 考えなくちゃいけないですね。つまり、本当に地球はですね、寒冷化することがいいのかね、ああの温暖化していこうがですね、別に地球それ自体は関係ないわけです。でも、地球の上で暮らす我々の生活がそれだと成り立たなくなる。だから、実はエコロジーの問題について語ることは人間のエゴなんですよ。人,人類のエゴなんですね。つまり、この人類というものが長く続いてほしいという、こういうエゴイスティックな考え方に基づいてるわけですね。で、そこを見ないとですね、 環境ってなんて素晴らしいんだと。もう環境ってもう自分のことだと考えずにもう正義のために戦っているみたいなね。そういう発想はおかしいわけです。実は、 エコっていうふうなことの前に人間のエゴがある。だからそのエゴっていうものの中での、ね、調整だという、これが、ね、やっぱり冷静なものの見方だというふうに思いますけど、どうもですね、環境問題についてですね、そういうふうな冷静な分析ができていないという中において、私はね、これ,これが一番おすすめです。防国の環境原子で、これお子さんというものにはですね、こちらですね、15歳からの地球温暖化。あこれも面白いと思いますね。えぜひお読みいただけたら、私、もう、これ専門家じゃないもんですから、あの、なんていうのかな。 こういうのを読んでですね、まあ、こ啓蒙されてるわけですけど、でも本当に面白いなというふうに思います。ちょっとね、環境原理主義、え、環境、私の言う言葉の環境ファシズムについては今後ですね、もっと詳しく調べていきたいと。どうもですね、社会主義、共産主義とですね、そのエコーをですね、主張する人たちのオーバーラップしてる部分が、そこに危険なものを私はね、感じているわけです。さて、今日のイソップ上に戻りたい。おっとよいしょ。 え今日はですね、狼とヤギ、157番ですね。ヤギが崖の上で草をはんでいるのを狼が見つけたが、そばに行けないものだから、うっかり落ちたりしないよう、下へ降りておいでと進めた。ヤギが崖の上で食べてると。で、そこに自分はいけないと。だから、危ないよと。降りてきなと。いうふうに進めた。ここの草地の方が上等で、青々とよく茂っているというのである。するとヤギが答えるには、 私をご馳走に呼んでくれるのではない。自分が餌に困っているのだ。面白いですよね。つまりその通りでしょうね。だから降りてこい。それ食っちゃうからと、うん。このように人間の場合でも全てお見通しの人のところで悪女を働くときは、企みも役には立たないのだ。ということですね。だからまあ、あそのあこれ降いておいりとあここでいいのあるよって言っても、うん、もうバレとるよと。そんなことやってもどうせあるでしょう。まあまさにですね。この 今回、連合のね、あの、吉野会長がですね、共産党のですね、民主連合政府というものを作ろうよと、野党共闘しましょうよと言って、いろんな企みをやってるんだけれども、連合からしたらですね、何を言ってるんだと。お前たちがやろうとしてることは自分たちの、この、もみ通りにやろうとしてるだけだろうと、いうことで、ま、すべてお見通しの人のところで、悪事を働くときは、企みも役には立たないということではないかと、というふうに思います。 今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに際して、ご支援を賜られる方は、下記の振込講座よりご支援賜りますか、あるいはですね、メンバーシップにご登録を賜りますようよろしくお願い申し上げます。